ション番組イケメン名古屋。この番組からボーイズ&メンが結成され現在に至る。ミュージカルストレートドライブ、大学じゃなくて少年院、自慢のパンチはパーマじゃなくて天然よ。第2弾ミュージカルホワイトタイガー、喧嘩売るぜの意思表示、朝デブを張れば喧嘩買うぜとなるわけだ。第3弾ミュージカルホワイトタイガー2、ほらそこ見てんじゃねえよ、バリバリ邪魔するな、大魔咲く花も道を開けるぜ、焼きろ。舞台リターナー、名古屋テレビ塔ライブ、NDP スタジオ、俺らも参上、世界はもう輝き出してる。そしてライブ、世の中ハッピー。